今山崎一輝選手が耳萩原選手を場外に、おっと放送席にやってまいりました。さあ、あっと、叩きつけられました。耳頑張るというね声援が飛んでおります。山崎一輝選手が放送席のね机の上になりました。放送席の方にもね何かご挨拶という感じでやってまいりました。山崎樹入りました。ミミ萩原選手入りました。いや目の前で見ると怖いですね。なんか迫力感じるでしょう。怖いでもいいですね。怖くてもうドキドキしちゃいますね。マイクロフォンを忘れてね思わず逃げちゃいますけども、逃げますよ自分の。はい、あのキスの方はですねマイクロフォンがもう何本壊されるかわからないということで両替団長になりますとね、一斉にカリーンがこのマイクをね手順にやってまいりましてね、大変です。さあ、あーっと山崎樹選手、さあこれはキックでしたが空振りに終わってしまいました。いやー体重がありますからね、さすがにこの辺りは耳冷静に相手の動きを見ておりました。しかし依然として山崎の攻勢が続いておりますね。今も下がりを見せております。あーっと、そしてね髪の毛を振り付けております山崎樹であります。今日は大阪府立体育会館からお送りしております全日本女子プロレス山崎樹、ミミ、萩原の対決を迎えております。もう髪の毛って違反ですよね。もともとね、もう久保さんの言うとり違反なんですよね。ですから、髪の毛はあまり引っ張っちゃいけないということになってるんですけど、今みたいにね、ですからあの、違反の反則のね、カウントをレフリーは取ってるわけなんですよね。ギリギリまでやってますからね、悔しいですね、見てると。なんとなくあの、ミミ、萩原選手と久保さんのね、あの、ヘアスタイルとか髪の毛の長さなんか同じような感じでね。そう、坊主にするわけいかないですからね、これは。本当はしたいんですけどもね、した方が